一応このような写り方です。綺麗だと思いませんか。はい、これ3000円。こんにちは、ロニブーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。はい、アクションカメラ、それもですね、超激安のアクションカメラのご紹介になります。取扱説明書、ハムスワンさんの F60 というアクションカメラになります。撮影している現在ですね、価格の方がですね、確か3400円ぐらいで販売されています。付属品が3000円なんですけど、たくさんついてます。今すでにですね、ここ本体にですね、バッテリーですね、1つ入っています。付属品の方には予備バッテリーですね、防水ケースですね。防水ケースのバックドアのもう一つの付属品なんですけども、ここにですね、スリットがついてます。なので防水にはならないんですね。防水にはならないんですけれども、カメラをこのケースに入れた状態で、音声を拾うことができるスリットになってます。音声を拾いつつ、カメラを保護してくれると。ただ防水にはならないので、その辺だけは注意なんですけども、このバックドアが付属しています。ワイヤーと両面テープ、クロス。結束バンドですね。ベルクロですね。ベルクロが、分厚いもの2つ、細いもの2つ、ベルクロついてきています。USB ケーブル。あとはですね、マウント関係のパーツがですね、こういう L 字型タイプのマウント、それから基本的なマウントですね。両面テープ付きのベースですね。ベースになるものですね。オートバイや自転車のハンドルに取り付けることができるマウントですね。GoPro マウントっていうんでしょうか。この標準のマウント以外にですね、三脚穴に取り付けるための穴がついているもの、それから三脚の穴として、使えるものが付属しています。ネイキッドフレームですね。裸の状態で使う場合のネイキッドフレーム。このネイキッドフレームに、クリップですね。クリップを取り付けてですね、ポケットとかベルトとか、そういうところにパッとクリップで止めることができるマウントがついています。一般的なアクションカメラの標準セットになっています。このケース、単品で買うと1000円ぐらいします。それからこのバッテリーですね。バッテリーが本体の中にも1個入って2個あります。これ2個で1000円ぐらいします。もうすでにですね、これとこれ、バッテリーとケースだけで2000円いっちゃうんですね。そうするとこれ3000円ということは、とてもお得なセットになってるんじゃないかなと。最近のですね、主なアクションカメラに比べるとちょっと機能的には劣るのかなという気がしますが、とにかく値段が安いですから。この60フレームっていうのが最近多いんですけど、こちらのカメラの方はその機能がありません。30フレームしかありません。60フレームは 720p の方でですね、60フレームを使うことができます。メインとして使うというよりは、サブ機として使うにはですね、バッテリーや、それからメモリーカードの容量を温存するという意味ではですね、十分使うことができるんじゃないかなというふうに思います。インターバル撮影モード、この辺ちゃんとついてますんで、嬉しいです。これ3000円でこれができるんですよね。ループっていう機能があります。で、今オフにしてますけども、これはドライブレコーダー代わりにですね、使うこともできるようになってますので、その時のドライブレコーダー、上書きをする場合にですね、何分単位で動画ファイルを区切るかということの設定ができるようになっています。 HDR 対応なんですね。これね、オンってするとほら逆さまになりますよね。逆さまに、はい、これね、なかなかね、ついてるやつが少ないんですよね。はい、このように回転させることが、この3000円という価格のアクションカメラなんですけども、もう基本中の基本ですよね。スタンダード的な機能はですね、全て、漏らされているということで、十分普段使いに使える惜しげのない価格
だというふうに思います。100以上の画質というふうに思われるんじゃないかなというふうに思います。バッテリーでの撮影時間は、約1時間半というふうになってますので、本当に標準的な、この手のタイプのアクションカメラでは標準的だと思います。とにかくですね、画質がですね、もう本当に綺麗なので、ぜひご覧いただければというふうに思います。この画質でこれだけ豊富なオプションがついて3000円台というこの価格のアクションカメラ、すごいと思います。じゃあご覧になってください。どうぞ。サムスンさんのですね、こちらですね、F60 というアクションカメラ、3000円ということで、3400円ぐらいということで、今テストしています。スリットの入ったですね、バックドアの方ですね、をつけてですね、ヘルメットに装着して、撮影をしています。音声の方はですね、このカメラだけで、記録をしている。これは現在ですね、1080p の30フレームで撮影をしています。この価格帯でとは思えない、画質になっていると思います。3000円台ですけど、Wi-Fi、スマートフォンをですね、リモコン、それからモニター代わりにですね、使えるという Wi-Fi 機能もですね、搭載されていて、このお値段ですね、3000円台ということで、3400円台ということで、とてもお値打ちになっています。もう初心者の方はですね、もうアクションカメラの入門用に、そしてすで、にですね、使われている方はですね、サブスとしてですね、十分価値ある画質だというふうに私は思います。とてもおすすめします。タイムラプス撮影もできるようになってますんで、本当に実直な、基本中の基本を抑えた低価格の激安のアクションカメラだというふうに思います。カメラ単体で、音声の方記録してますので、ヘルメット越しの声になりますから、いかがでしょう。はい、どうでしょうかね。どんな感じでしょう。今持ってるんですけど、なかなかいい画質、画角で撮影されてるんじゃないでしょうか。
歩き持って、いかがでしょうかね。はい、一応このような写り方です。綺麗だと思いませんか。はい、これ3000円。カメラですね、テストしてきました。いかがでしたでしょうか。これ3000円、3400円というお値段のアムスワンさんの F60、 本当に実直なカメラだと思います。とてもいいんじゃないかなと思います。本当にサブ機、入門機として、ちょうどいいお値頃感のアクションカメラだと思います。どうでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。